DD はいい犬だろう。まだ何とも言えん。そうか。俺としても自慢の息子なんだが。犬種はハスキーじゃないな。ああ、シベリアンハスキーはスピッツ系に狼の血が入った犬種だが、こいつにも狼の血が混じっているのかもしれん。 DD は頭がいいだけじゃなく自己判断力も高い。あんたの意図していない行動を取ることもあるだろうが、 DD なりに判断して動いている。しかも勇敢だ。ただ従順なだけじゃない。彼の特徴を理解すればお互いを認め合う真のパートナーになれるだろう。オセロット、トレーナーを買って出たのはなぜだ。ん？俺が？うん。犬を飼いならす山猫もいまい。犬を見る目はある。いい相棒になると思ったんだ、あんたの。おう。そろそろ独り立ちの時だと思って。俺に押し付けた。気に入っているだろう。まだわからん。DD の方もまだ俺の出方を見てる。連れて行けば良さが分かってくるだろう。お前は？俺は一人の方がいい。山猫は群れないか。ああ、まあな。あんたが気に入ってくれてよかった。DD はあんたが好きだ。お出かけもな。たくさん連れ出してやってくれ。ああ、考えておこう。ボス、俺は一つあんたに伝えていなかったことがある。俺たちの古い友人ゼロは、あんたが合衆国を離れてから表舞台に姿を見せなくなった。もう10年以上だ。カリブ海のあんたの基地で起きた事故は彼の差し金だと考えていたようだが、ゼロはあの時点ですでに病床に伏していた。だからあれがゼロの意思なのか、俺はずっと疑っていた。だがあの男がエメリヒといたことで確信した。俺はあいつを知っている。あれは俺たちの友人の腹心だった。顔のない、いや見てはならない顔を持つ男、スカルフェイス。奴こそが9年前あんたの基地を沈めた張本人だ。スカルフェイスはゼロの意思を離れ、サイファーを私物化、実動部隊 XOF を動かしている。そう、俺たちが追っているサイファーとはゼロじゃない、ゼロよりも危うい空、スカルフェイスだ。サイファーだけじゃない。僕たちがカリブ海にいた頃、世界中が僕たちを睨んでいた。国家に帰属しない軍隊、単なる武装集団が核兵器を持っているなんて過激すぎる。そうだろう。だからお前は核査察の受け入れを進めていたんだな。 IAEA を通じて国連に核はないと証明してもらうのが一番だと思ったんだ。もともと僕は核を持つなんて反対だった。だけどスネークがそう決めたんだ。ボスの一存じゃない。誤解しないでくれよ。それでも僕はスネークを信じていた。だから僕なりにベストを尽くそうとした。それだけなんだ。僕は僕たちが核を持っていることが表沙汰になる前に、まず第三者から保証を得るべきだと思った。国際的に権威のある機関が僕たちの核保有を否定してくれたら後ろ盾になるだろう。それで事実、お前は独断で国連が手配した査察団を受け入れた。ところが査察団は偽装、来たのはサイファーの実動部隊 XOF だった。そんなの知らなかった。貴様、わかるわけないだろう。僕は僕たちの潔白を世界に証明しようとしただけじゃないか。どこが間違ってる。あんたの頭の中はどうでもいい。事実は外の世界で起きたことだけだ。分かってくれ。お前が XOF を管制塔に通した。奴らに管制塔を抑えられ、基地のあらゆる制御は奪われた。直後にプラント脚部で C4 が起爆。なんとか生き延びた兵士たちもわずかなヘリと襲撃部隊に駆られた。まさかそれを僕がわざとやったって。マザーベースの全てがなくなった。お前を除く全てが。だからって。そうだ、僕だってなくしてる。僕のジークだって海底に埋もれたんだ。僕だって被害者だ。だとしたらいくつか疑問がある。なぜお前だけは助かった。それも全くの無傷で。
なぜお前の大事なストレンジラブはあの日が来る直前に基地を離れたか。あんなやつ。そしてなぜ今お前はジーク以上の研究成果を手にしているのか。奴らに従ったおかげだ。お前だけが何も失わなかった。これが事実だ。無理やり連れて行かれたんだ。9年もあのスカルフェイスのために研究をさせられた。あいつに利用された9年もだぞ。9年、誰にとってもな。お前だけじゃない。君たちは僕のせいにすれば気が晴れるんだろう。だけど僕の貴重な9年は誰が返してくれるんだ。全く取り返しがつかんな。エメリッシュ、お前は被害者じゃない、加害者だ。僕は何も知らなかった。誰も証明できない。ああ、証拠はない。全部海の中だ。自分を騙している奴を喋らせるのは根気がいる。都合の悪い真実より都合のいい嘘の方が居心地がいいからな。博士、それがお前の言う事なかれな平和か。僕は嘘なんて。よし、では一つずつ確認させてくれ。あの時お前は奴らと管制塔にいた。そのおかげでお前だけが襲撃を免れた。そしてお前だけがマザーベースが沈む前に奴らのヘリで逃げた。でも目隠しをされてた。その後ずっとだ。ひどい最悪の旅だった。このまま死ぬと思ってた。それでも僕はその間ずっと君たち仲間たちのことを考えていたんだ。それで飛行機と車を乗り継いだ。最後に目隠しを外された時、僕は倉庫のような場所の床にいた。アフガニスタン、あの研究室だったんだ。まさか地球の裏側にいるなんて思わなかった。しばらくしてあの男が。スカルフェイス。あいつがマザーベースを襲撃した張本人だった。あいつが僕に研究を無理やり。どんな研究だ。ソ連のために二足歩行兵器を作れと。ピースウォーカーのような ICBM 級の核ミサイルが搭載できるやつだ。僕はサヘラントロプスの開発を始めた。サヘラントロプス。コスタリカで作ってた AI 兵器とは比べ物にならない。爬虫類的な四足歩行や脊椎の折れ曲がった二足歩行とは一線を画す。そう、最古の人類と言われるサヘラントロプスが成し遂げたと言われている直立する二足歩行兵器だ。はじめサヘラントロプスは有人型にする予定だった。頭部にコクピットを設計して緩衝材として水を満たすつもりだったんだ。パスが改造した有人型ジーク。素人の突貫工事じゃない。ちゃんと人が操縦するのを前提に設計したんだ。問題は姿勢制御 AI の小型化だった。レプタイルポットを覚えているか。無人兵器の自動制御装置。外付けだと急所になる。だから今度は何としても装甲の内側に入れたかった。搭載する AI を小さくする必要があった。演算処理は確保しながらサイズは10分の1以下に抑えた。それでもコクピットは牛詰め。人が乗れる場所はなかった。頭を大きくすればそれを支える胴体はどんどん膨れ上がる。実用的なサイズじゃない。結局有人型は行き詰まった。遠隔操作も試したけどタイムラグがあるし操作精度が十分とは言えなかった。それにジャミングされたらおしまいだ。次に試したのは AI だけで制御することだった。それでニカラグアから AI ポッドを回収したんだ。うん。ピースウォーカーに搭載していたレプタイルポッドとママルのハイブリッド AI。 世界で唯一無人核兵器の起動実績がある AI だ。ほう。あれを動かすなら専門家が必要だ。相当優秀な。他に協力者が。僕は一人だった。お前にできるか。だから結局 AI もうまくいかなかったんだよ。サヘラントロプスの状態を畳んで重心を下げればなんとか歩けるようにはなったけど、人類史上初めて大地に立つ直立二足歩行兵器、いやせいぜい
類人猿止まりだった。姿勢を伸ばす、何か意味があるのか。アフガニスタンのように高低差が大きな地形では垂直方向に強い機体が必要になる。山稜に身を隠しながら遠くを狙えるし、だから対向を伸ばすため直立二足歩行は最重要課題だった。その名の通りサヘラントロプスが目指したのはそこだったんだ。だけど結果をせかされていた。早くて確実なのは外付けの AI 制御。それでもバランスを保つにはもっとデータが必要だ。もうスカルフェイスは待てなかった。 AI 制御も却下され、僕のサヘラントロプスは未完成のままあいつに奪われた。未完成だが、あいつは歩いて追いかけてきた。そこなんだ。スカルフェイスがどうやってサヘラントロプスを直立させたのか。パイロットでも AI でもない。しかもあんな速度で歩くなんて、技術革新なんてもんじゃない。ライト兄弟が月に行くようなもんだよ。僕にもわからないんだ。それでそのサヘラントロプスは今どこにある？知らないよ。実験はいつもあの洞窟でやっていたから、僕はあの場所でしか見たことがない。とにかくあれはまだ未完成のプロトタイプ、見かけ倒しのハリボテだ。仮に歩くことができたとしても兵器としては未完成、実戦投入には程遠い機体なんだ。回収したエメリッヒの身柄はマザーベースに置く。だがまだ信用できん。だからダイヤモンドドッグズのメンバーとしては認めない。それでいいな。ああ、他のスタッフに接触させるわけにもいかない。10年分の恨みを溜め込んでいるやつもいるからな。今殺されては困る。いずれにしろ行動制限をかける。やつが動けるのは許可した施設だけだ。もちろん尋問も続ける。やつは9年間あのドクロに奉仕してきたからな。まだもっと喋りたいはずだ。いつまで続ける？尋問や調査の結果、エメリッヒがシロということになったら処遇を変えてやる。だがそうはならないだろう。ソ連軍ベースキャンプのエメリッヒの研究施設にあった貯水タンクのような物体、あんたに話しかけてきた電池の化け物みたいなやつだ。あれは無人機を起動させるための AI が格納されたポットだ。覚えているか、74年当時コスタリカで遭遇した無人機に搭載されていたやつだ。無人機はピューパ、クリサリス、コクーン、バシリスコと呼ばれ、それぞれにレプタイルポットと呼ばれる AI ポットが搭載されていた。このレプタイルポットはエメリッヒが製作し、主に機体の姿勢制御や自律行動を司っていた。だがバシリスコ、別名ピースウォーカーにはもう一つ AI ポットが搭載されていた。ママルポットと呼ばれていたものだ。製作したのはストレンジラブ博士。彼女はこのママルポットにザ・ボスの人格を複製しようとしていた。だがあんたがママルポットから記憶板を引き抜いた。この時ママルポットは自らの機能をレプタイルポットに移植したんだ。まるで人間の脳が損傷した部分を別の場所で補うように。結果このポットはレプタイルとママルのハイブリッドとも呼べる特殊な個体となった。ピースウォーカーの機体もろともニカラグア湖に沈んだはずだが、引き上げられあの研究施設に運ばれたようだ。スネーク、惑わされるな。ザボスの言葉を喋るとしてもあれは意志や人格を持たない。エメリッヒが言う通り、ただの機械だ。